エンガ軽町。エンガ軽町は、北海道をホーツ総合振興局管内、紋別群にある町。なお、現在の自治体としてのエンガ軽町は、2005年、平成17年に、当時のエンガ軽町、生田原町、マルセップ町、白滝村の紋別群3町1村が、対等合併して新たに設置された自治体であるが、本校では便宜上合併以前の旧、エンガ軽町。 およびその前身の旧、エンガル村についても述べる。オホーツク管内中部に位置する内陸の町で、上川管内と接している。人口は、支部を除いたオホーツク管内15町村の中で、最も多く、2017年9月末現在、北海道全体の町村の中でも6番目である、2017年1月現在。面積の広さは、市町村としては、 全国9位、道内5位、北方領土内の流別村を含む、市を除いた、町村としては、流別村、阿所路町、入れも道内に次ぐ、全国3位である。町の西端に、道王県と、おほうつく海側とを結ぶ、主要ルートの一つ、北見峠があり、中心の縁軽地区は、道王方面と門別、北見、阿波尻の、各方面との交通の結節点として栄えた。 また、西部の白滝地区は、旧石器時代には、国内有数の黒曜石及び、それを原材料にした石器の産地であり、白滝ジオパーク、大正時代には、合気道創始者の上芝森平が入植支部ずの、道に入ったゆかり地としても知られる。1919年、大正8年に、当時の上優別村から分尊して二級町村、遠軽村が設置された後、 生田原村、後に、町、マルセップ村、後に、町、白滝村がさらに、エンガル村、後に、町からそれぞれエブンソンが、前述の通り2005年、平成17年に四町村が合併して新たに、エンガル町が誕生。現在のエンガル町域は、1919年のエンガル村設置当初の領域と同じになっている。なお旧エンガル町は地域の適用を受けて、 いなかったが、他の山町村が、いずれも過疎地域の適用自治体だったことから、新町発足後は基準により全ての地域で過疎地域の適用を受けている。現在の願望岩を指していた、アイヌ語の、インカウイ、インカルシ、眺める、いつもする、書に由来する。かつてはここで見張りをしたという。1901年、郵便路線整備に伴う、 新郵便局設置のため現地視察した札幌郵便局管理会員が願望岩を示すアイヌ語名称を意義深いとして新曲をこれにちなんだ遠軽郵便局と名付けたことがまりで、後新設された観光庁や学校などもこれに習い、地名として定着した。神川館内。 上川町との町境にそびえる北大雪山系登録から、湯別川及びその支流の流域にあたる東西四十七キロメートル、南北四十六キロメートルの広い町域を持ち、その大半は山林であるものの河川沿いには農業、落農を適した平地も多くある。最高所は、上川町との境界に位置する竹戸市だけ、標高千八百七十六メートルで、これは、 オホーツク管内の最高峰でもある。市街地は、旧四町村、エンガル、イクタ原、マルセップ、白滝のそれぞれにあり、市街地の標高は最も低いエンガル、町、役場本所で74メートル、最も高い白滝、白滝総合支所で357メートルである。欠片の気候区分では、艦隊出潤気候に属する。夏は、晴天の日が多く、 内陸部のため日中の最高気温が、摂氏30度を超えることもよく見られるが、非平均気温は比較的低く、湿度も低い。冬は最低気温が低く、摂氏20度を下回ることが多いが、降雪量は、東央の日本海側より少なく、雪質は軽い。町内の気象庁を目指す観測地点は、エンガル、白滝、生田原、マルセップの4カ所。 エンガルでは1978年2月17日に引く摂氏29.5度の最低気温を2019年5月26日に摂氏37.7度の最高気温を観測した。以下は1981年から2010年までの29年間の観測データに基づくエンガルの気候表である。エンガル町は1896年、明治29年。 プロテスタントの日本キリスト教会、現、日本キリスト教会が、札幌で活動していた、宣教師の志田久志これら東北学院、仙台市の神学部出身者を中心に創設した、北海道市教育会のキリスト教徒によって開拓が、始まった道内でも珍しい歴史を持つ。当地に、キリスト教主義の私立大学を設立することを目指して1897年、学たちと名付けた。 雄別村雄別原野第四戸作地、後の縁丸市街地周辺に最初の集団入植を行い、現在の岩津南二丁目一番地付近に学太農場事務所を設置したが、翌年にかけて例外や大水害に見舞われ、最終目的の大学見学は果たせなかった。しかし、学太農場事務主任で、後、 エンガル郵便局初代局長を務めた野口義太郎と入職者らが築いた基盤をもとに1902年、日本キリスト教会エンガル教会が創設された。エンガル教会は1922年には国内純労村の教会としては初の独立時給教会となった。現在も日本キリスト教会エンガル教会として伝道活動を行っている。また、 ガクタの入植者らが基礎を築き、1913年に設立された旧西軍北海道連帯エンガル招隊は国内最北の招隊である。ガクタの名は今も地名エンガル町ガクタとして残っている。主な産業は商業と農業、林業、木材加工業である。開拓期に ガクタ農場入植者の手で始められた、発火栽培が戦後にかけて盛んだったほか、1935年には、農林省北見種馬所の地、後、縁丸市区牧場が設置された。1950年に設置された北海道農業、試験場エンガル試験地、エンガル町袋、1997年廃止では、勘地向け日本発火8品種が開発され、寒冷地の発火産業に貢献した。 エンガル駅はかつて、旧名寄本線と赤北本線の接続駅として、栄、国鉄エンガル機関区などの県業機関が多く、設置されていた。1951年には、町が、旧農林省エンガル市畜牧場跡に、警察予備隊駐屯地を誘致し、陸上自衛隊エンガル駐屯地が置かれている。2010年国勢調査における、 産業分類別就業者数の上位区分500人以上は次の通りである。2015年国勢調査によれば以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。かつて存在した駅は次の通り路線の表記がないものは赤北本線。詳細は各記事を参照。2019年平成31年をめどに エンガルインターチェンジの設置予定地であるエンガル町、豊里に道の駅を開設予定。生都市順、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。